回ってません？もう今つけた。行こう。さあ、ちょっと声でかいな。ちょっと声でかい。さあ、いよいよ始まりました。川崎の矛先。なるほど。はい。カッコ仮ですな。カッコ仮です。はい。はい、毎回変わるかもしれません。なるほど。とりあえず今回お楽しみに、はい。この番組は J リーグ川崎フロンターレのグッズ情報をまんべんなく伝えようと。なるほど。グッズ担当スタッフがここだけしか聞けないぶっちゃけ話やこれから出てくるグッズ情報をいち早くお伝えしちゃうかもしれない。とにかくグッズにこだわりつつもどこか脱線しちゃうかもしれない。ゆったりとした番組となっております。かなりゆったりしてますね。はい。思いっきり髪見てます、ね。ちょっともう見ないから、ね。しっかり喋るの伝えます。初回ですか、ね。初回です。はい。番組を担当するのはですね、岡松と私田村でございます。よろしくお願いします。そうです。はい。いよいよ始まりましたね。はい。唐突ですね。はい。いやもうやろうっていう話になって急にして。いや。はい。ですね、でこの番組をもし見られて。感想などもどしどしお待ちしております。感想、はい、聞きたいですね。怖いですけどね。はい、コメント、どんなコメントでも、はい、まあ、オープニングソング、はい、エンディングソング、はい、作ってみたいよと。なるほど。番組に出てみたいと。なるほど。まあ、そういったコメントなどもお待ちしているので、どしどし。あれですね、かなり意気込んでます。いや、もう意気込んでますよ。なるほど。これがもう本当に世間を、ね、逃がすよ、番組に。YouTuber ですよ。おお、持ちくれたな。大学ではロケだった。なるほど。行きたいです。ちょっと行き過ぎてるね。いや、もう本当世界から。なるほど。僕はもう意気込みを持つ。はい。いいと思う。ここに来てほしい。なるほど。あれば、もうどしどし番組内でご紹介させていただきます。了解です。で、もしコメントいただいたら、はい、コメント次回の放送とかでも、なるほど。僕たちがご紹介などできればいいかなと。なるほど。いろんな番組聞いたことありますか。はい。で、こういったコーナー作りたいとか、なるほど。やっていければなと。やっていきましょう。思ってますので。よろしくお願いします。あまりオフィシャルにお伝えできないようなこう角度が、そうですね、こうお話できたらいいですよね。まるで話みたいな、多くの人に見てもらいたいけどあまり見てもらいたくないみたいな、見るだけではまずいみたいな、はい、まあそのちょっと怖かったところを、ね、はい、よろしくお願いします。さあ、はい、早速ですけれども、まあ、今回記念すべき、はい、はあ、はあ、第1回目ということで、まあ、過去仮ですけど、過去、はあ、第1回目の放送で紹介するのは、はい、先日、はい、大盛況に終わりました。おコミケイベント、コミケットスペシャル6。そうです。あ、はあ、はあ、覚えていらっしゃいますね。もちろんです、はあ、行きましたか。あ、はい、行かれました。行きました。私も行きました。はい、一緒でした。一緒でしたね。日曜日一緒に行きました。行きました。はい、そちらの川崎マルコグッズのご紹介をさせていただきました。なるほど。はい、で今ちょっといくつか持ってるんですけど、まずコミケ行かれてどうでした？別に行く前に、はい、想像してたのと、想像してある程度想像通りの部分、はい、大幅に超えた部分がありました、ね、そこはどういった、まあ、まあ、会場の広さ、人の多さっていうのはもう想像以上でした。あと、思った以上にこうフロンターレサポーターの方が多く来てくださったのが、僕はすごく嬉しかったのと助かったという、はいはい、一体感があるし、はい、よかった。なんか僕らも打ち合わせしているタイミングで、あんまりそのユニットとか、来てこないから、会場とちょっとそうですね、合わないかもしれないよって言ったんですね。でも全然良かったですよね。大好評でしたね。みんな結構いらっしゃいましたね。いらっしゃいましたよね。逆に他の J リーグチームのユニフォームとかね、はい、顔を巻くを身につけた、ね、あ、本当ですか。千葉だったのは J 君の方、はい、川島の方でいらっしゃって、鹿島さんの方でいらっしゃって、はい、千葉ロッテいました。千葉ロッテの同人誌販売してました、ね、え、そうなんですよ。同人誌、漫画だけとかっていうもの、そのいろんな漫画のジャンルもあるんですけど、 J リーグチームを題材にした同人誌なんかも、カンペの方が、まあ、初カンペいただきました。いやー、ありがたいですね。ありがたいですね。ちょっと出せすぎです。そうですね。まずはどちらでやってるかっていうところをまずご紹介しないとです。そうですね。こちらどこでやるんでしょうか。ここはですね、先日、まあ、さっきも説明したんですけど、はい、幕張でやってるあのコミケの会場になります。あ、
コミケット会場フロンターレです。そうです。あー、なるほど。すごいですね。盛り上がってますね。止めてもらっていいですかね。違います。そうなっちゃうと。そうですね。ごめんなさい。じゃクラブ事務所、ゲスケブース。おお。皆さん来たことあるんじゃないですか。そうですね。ちょっといろんなものをついに置いてたんですけど、本当にここが玄関。そうです。ここで講演会を入会のチケットコンビですかね。で、この後ろではスタッフが働いてます。あの、まず A 部長も今、パチパチやってます。来てます。パチパチやってます。あの、実はここ試作のぬいぐるみの宝庫です。お、まだじゃあ世に出てないぬいぐるみとか結構あるんですか。そうなんですよ。これどうですか。新しくね。かわいいですね。いつも働いてるフロンダーを、はい、休み入れよう、こうなんじゃねーのっていう、はいはいはい、このモチーフにお尻の突き出してお尻フリットしていいです。もう流しますね。フロンダー普段のギャップとかでもあるんですけど、すごいのか、はいはい、絶対出しちゃいけないだろう。これ試作品を出したんですよ。もう何でもない。最初これで言ったんだけど、だらしなさ足りないなってこうなるとか。これどうですかっていうふうに今お見せしてるんで、皆さんコメントをこちらの方にいただきたいです。そうですね。最近ぬいぐるみ関係いっぱい出てるじゃないですか。はい、もう作って、まあ、私たちも行ってだから可愛いですよね。可愛いです。そんな可愛いという中で、まずちょっとコミケの話に戻りますけど今回その出展するきっかけになったっていうのが、はいはい、まずその川崎市観光協会さん、はい、そうですね。あと川崎市内にあるんですよね。猫のしんこさん、同人誌、同人誌です。そうですね。猫のしんこさん、そしてフロンタ、はい、でこの3つがタッグを組んで、はい、その漫画アニメの街川崎を PR していく、はい、ということでそのコミケに参加することを決めた。盛り上がりましたね、ブースも。いや、もう全体的に盛り上がりましたよね。その我々のその販売ブースがあって、川崎中央町の販売ブース、そうですね、土曜日に来られて、その時にかなりカブレラ、フロンタの中央町、ああ、何や、コスプレイヤーの撮影がしてましたね。バルコもコスプレされてる方がいましたよ。ありがとうございます。で、それでフロンタレコインキャラ川崎バルケが誕生したということです。僕が初めてグッズを販売したんです。そうですね。それでコラボグッズを販売しようということで、そうですよね。まあ、本当に分かれたね。はい。で、8種類。8種類。今ちょっとその全部があるわけですけど。販売しちゃってますか。そうなんですよ。で、今、クリアファイル。あと、すごい人気ありましたね。大島。朝日大社の名物、大島大社の名物、ドモンドステーカーさん、試食用のお店で用意してます。あ、そうですね。マジ大好評、美味しいかなっていう、みんな食べてって言ってましたよね。つまみ食いが仕上がったやつかもしれない。ああ、それはダメです。ダメです。あ、これこれ大人気ですよ。だと、すごい定番のパテストリー、はい、これ完売です。完売しました。完売です。これちょっとサンプルなんてあるだけですけど、多分ミニ簡単したわけ、ね、これも大人気。これ大人気。ミニタオル。これ多分第2弾、別でいきたいな。あ、いきましょう。ちょっと今、意外と時間結構たっぷり。あ、サクサクできれば。あ、そうですか。どうしましょう、急に仕切り出して。いや、すいません、ちょっと今。ダマなしもします。あ、そうですね。完売商品4種類ですよね。まあ、それもですよね。そうなんです。T シャツ。これあの M と L サイズなんですけど、L サイズがしか完売になってしまって。見てください、表のデザイン。これすごかったですね、反響が。で、これ後ろがあのこれかわいい新デザイン発表会見で、はい、大久保嘉人選手が来たということで、はい、話題になって、そうですね、当日来たフロンターレ一切知らないながらも、はい、大久保すごいね、あ、声かけていただきました、はい、買ってくれるのかなと思ったら写真だけ撮ってくれましたね買ってけよと、はい、でもそんなことで完売してますからね。いや、本当ですよ。重要なお知らせはそこじゃないんです。振り返りプラス、お問い合わせが多かったのが、なくなってたこれはいつ買えるんだと。そうですよね。実際に会場に来れなかった方がたくさんいますから。ただ、公表いただいたので、まあ、はい、一般判断をしたいなと。はい、おぉ、いつ頃ですか。ただ、その時期は5月5月、そのことがホームゲームなのか、はい、あとはファン感謝で、おぉ、また大きく販売したいなと、はい、思っておりますので、詳細決まり次第、まあ、こちらなのか、はい、こちらのホームページなのか、そうですね、
お知らせしたい。こっちで先行で出しちゃうなんか、なんか。いや、欲張りだね。いや、でもここちょっと、はいはいはい、ね、視聴者数アップのために、まあ、結果やっていきたいよね。そうなんだ、結果、結果なの、うん、結果に注意つけたら結果の数倍にまずさ、台本覚えようと。いいんですよ。いいの、アナウンサーの方は、まあ、見ながら選べないでしょ。はい、大丈夫ですよ、皆さん大丈夫。なんかでも、その制作秘話とか、田村さんが主に特に制作を携わってるじゃないですか。制作秘話ね、そのまずやろうってなってから、どのぐらいのもうスペースでってなるのか。そうだったですよね。やろうと思って、はい、3日ぐらいでサンプル上がってきましたね、これ。3日やろうと思ったのが夕方で、はい、夜のうちにデザインを作ってもらって、はい、夜のうちに確認して、そのまま韓国で3日後に忘れて、もうじゃあ海外版、そうです、海外版アドバイス系です。えすごいです。だからこれはもうあれですよね、作ってくださってるメーカーさんの自分ではなくて、ね、デザイン手術一切なし一発 OK ですもんね。おあ、実際にそうですよね、身体性発表会見みたいなのがもうそれで嫌がってたと思うってことですよね。それの3日前なんですよ。いきなり小籔よしとさんに言われました。大興奮しましたよね、控室で言いました。恐る恐る背中に隠して持ってたんですよ。来てくれるか分かんないから見えてくれるか分かんない。自ら来た方が面白いなってするよ。よしとさんのイメージ、まあ、その試合中とかも結構その強気というか気迫に満ちたプレーばっかりじゃないですか。プライベートで喋るとものすごい優しい日本ですよね。面倒見のいいじゃん、兄貴。本当に、着こなしこだわってたからね、最初。そう、ズボンにシャツ入れた方が面白いから。裏表でからにチェックしてた。はいはいはい。いや、それはありがたいですよ。それは英部長が止めてたから。あ、そこまでやらなくていいです。え、あの英部長がそこまで行くとそっちにばかり、ね、はいはい、行ってしまうから。あ、でもあれで注目浴びて、そう、そのおかげで3倍してるしね。そのまま多いっていうのが、ね、我々ね、本当にありがたかったです。そうですね。じゃあこちらの商品はその、まあ、5月以降に、はい、まあ、会場、ホームゲーム会場などで出されるかもしれない、はい、そうですね、はい、じゃあお楽しみに、はい、します。さあ、まあ、もう第一発目締めにかかりましたね。はい、ちょっと今急激に今シフトチェンジしようと思って。なるほど、必死だね。はい、台本に書いたの、まあちょっと僕の中の、ね、まあ、もうこれも台本自作ですからね。まあ第一発目、字が汚いですね。で、一応バールドとかですね。バールドグッズお伝えしてまいりましたが、もうエンディングを迎えることになりました。はい、いかがでしたいかがでしたって言ってもまあ第一発目なんで。いやいやいや、すごいいい機会だ、まあ、とても嬉しく。本当ですか。ああ、どうですか、そのシーン。まあ、いまいちですよね。いまいち。あんまり言いたくないですね。あんまりいまいち。いまいち。ああ、次やるかどうかは、まあ、僕次第のところありますよ、ね。ああ、そうじゃないですか。だから、プロモの高尾っていうじゃないですか。はい、はい。あいつはテレビ慣れしてるから、もうちょっとうまくし、まあ、回せたら。僕の方が慣れてますよ、ね。いやいや、絶対俺の方が。俺の方があいつだったら俺の方が。いやいや、俺もあいつ、あいつに絶対回ってないし。次。え、おたふたしすぎ。今来ちゃう、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 ごめんなさい。何何何、いや、なんでかっていうと、赤ちゃんね、木上の坂、そっちこれあんまり見えるし、頑張ろう、これが大事なんだろう、これが大事。4月4日にこれ売るんですよ、ね、はい、ちょっと説明してください。エンディングなんだ、これフロンターレ牧場と、フロンパークの売店、皆さん知ってますよね。知ってる知ってる。大市にある松屋総本店のコラボ。え、そんな有名店と、こんなも出てくる、すごいね、バジルコラボ、すごいね、すごいね。ミルクキャンディーです、これちょっと気持ち悪いけど大丈夫ちょっと、まあ、でも気持ち悪いですか、気持ち悪いですけど大丈夫ですか。ごめん、もうこっちが言っちゃったらまずい。こっちが言っちゃダメなんですよ。でもあれだよね、このここに川崎の地図がこう載ってるんですよ。牛の柄は川崎市のシルエットなんだよ。ちょっとすごいです、これ。そこまでわかってる。川わさぎね。うん、そう川わさぎ、さすがやるからね、とことん。そうですね。そう、いや、牧場とコラボ。これだけじゃないよね。これだけじゃない。これ重要だろ、あれだ。これは松屋総本店さんのブースじゃ売らないの。
これはトントコ飴の、そう、あそこのコースがっていうところじゃない、通常の飴を売るの。これはクロムワークのグッズ番手、売店のみです。番手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 、遅い遅い、グッズ番手遅い、一緒のダイビングじゃん。え、売店出るんです。はい、グッズ売ってくださいね。そして、いっぱいあるよ。はい、物販ね、食充実してるんですよ、今回のフロンタル牧場。今回これ、知ってます？知ってる。知ってんの？これ、はい、これ最初打ちやすい、最初にね。そう、そういう知ってる？そう。これね、元住吉にある、実味ママ動物ドーナツっていう、すごい人気店なんですよ。これ、ブティックなんだよ。あ、そう、書いてあるか。かわいいけど。そうそう、だからお早めにお食べください。もう本当当日か、次の日の朝には書いてありました。本当美味しいし、並んでたりするからね。そうなの。すごい雑誌とかテレビにめちゃくちゃ取り上げられてるんですよ。そこがなんと今回あこういうね羊の何これ、かわいい、めっちゃかわいいっしょ。何これ、めっちゃかわいいっしょ。めちゃくちゃかわいいです。あとね豚とかその実際に牧場に来る動物を売ってくれますから。しかもなんとフロンターレのためにグリーン まだ出してないやつですか。もう出して、出てる。海ママすげえやってくれましたよ。カブレラ、これ春バージョン、我らのね、桜咲いてますから今、はい、かわいいか、完璧ですよ。これ売りますんで、これは全部で動物、いろんな動物300個限定。おでしかもカブレラはその中の60個限定。お争奪戦ですよ、皆さん、お早めに。私このカブレラの裏話してるんですよ。何ですかそれ。さっき桜だからピンクって言ってたじゃないですか。これ露天下だから青色って出せないらしいんですよ。あ、へえ。そうなんだ。へえ。そういうのもあって、そうか、ただまあフロンタルさ、でも食べ物はね、色々分からないって言うけど、でもやっぱフロンタルが欲しい。あ、そっか。でカブレラもっていう話をしたんだけど、どうしてもこだわりとしてっていうのがあって、でいろいろ喫茶店で売ってました。そうなの？そうしたら、そんな完全に関わってんの？めっちゃなってんの。強いな。そうしたら、おたくも、はい、公平君の、そう、公平君が、ひらめいた。席バーンと立ち上がった。喫茶店で？それは嘘だろ。それ立ち上がって、公平君？桜の時期だから、公平君行った。ピンクにしましょうよ。公平行っちゃったか。あ、っていうところから、ピンクは綺麗に出せますよ。ってことはこうなった。バッチリ。これうちの、A 部長も。ね、さらに、まだ、食充実してます。さらに、フロンタル牧場。今度のこちらです。デデン。お、これですね、毎年フロンタル牧場に乳牛を連れてきてくれる、相沢寮牧場。大丈夫、大丈夫、大丈夫。じゃあ、全然大丈夫。合ってます全然、なんだよ。割り込むんじゃねえよ。で、相沢寮牧場。相沢寮牧場のミルクは農林水産大臣賞を受賞してます。農林水産大臣賞を受賞してます。その美味しいミルクを使ったソフトクリームとドールのこれバナナとパイナップルフルーツのほらこれ完璧なやつでしょ。これね、あんまり痛くないけど食充実してるじゃん。食べ過ぎちゃったりするじゃん。そういう時パイナップルがいいらしい。あ、何かどういうことですか。どういうことですか。酸味を食欲胃を整える。へえ。シラスとかいって最後にパイナップル入れる。おお。そういうことです。しました。次。本当にそういうことなんですか。でもこれ朝尾にも来たんですよ。朝尾に来たんですよ。相沢さん。選手めっちゃ喜んでくれた。選手あの笑顔。本気だったね。まあ日記あのフロンターレの日記に出てるんで。めちゃくちゃ美味しいんで。しかもこれフルーツパフェなのに400円。安い。安い。そうよ。ソフトクリームだけ予約するよ。するするする。これ数量限定だ。これね、限定だけど150人の家庭科で150人の小学生が乳搾り。ああ、搾乳体験。そう。っていうそことのコラボもある。してる。ぜひ。はい。お願いいたします。お願いします。はい。まあ、じゃあ僕はそのとこで。大丈夫ですか。じゃあ最後2人で締める。いや、ちゃんと締める。当日イクミママ来るんですか。それイクミママ来ます。いやそれもまたね、当日のお楽しみですよ。イクミママ来ますから。相沢亮、相沢亮さんも来ます。相沢亮さん、亮さんじゃないんだけど、はい、相沢さんも来ます。いらっしゃいます。じゃあもうじゃあ3人でもさっきそのやりましょう。台本通りやりなさい。まあね、まあ、今後もそのグッズ面白を楽しく、はい、展開していければと思うので、うん、まあ今回ね、
この番組第1回目なんで。番組なんだ。そうですよ、番組ですよ。続くかどうか皆さん次第のとこありますから。お前次第だ。え、お前ちゃんとやれよ。ハルチやってるでしょ。やってるからね。そうだよ、勝手に行くでしょ。勝手に行くでしょ。みんな後髪ない。いるでしょ。大量にいるよ。はい、4人だよ。はい、はい、じゃあまあ皆さん、またよしよしイベントお待ちしてまーす、はい、さよならー。おしゃれっぽぽんぽん。それなんだったの。それまた時間。そうなんだ。はい、いいじゃないですか。完璧や。なんで打ち合わせの時間まで。ありがとうございました。やってみましょうか。いや、ありがとうございました。これ通る雑談とかちょっと違ったね。そういうのあるよね。そういうのある。今どこ？これタオさんどこから？そうですね、廃棄を。ありがとうございました。お疲れ様です。じゃあ。出ます。ハハハハ。